言えた。こんにちは。うん。こんにちは。ちょっと待って、耳が寂しいよね。よし。こんにちは。こんにちは、みんな。今日おしゃれ。本当？今日はオンライン話し会で着たお洋服を着てみた。ちょっと待って、ここさピンで、いや、いいか、止めようと思ったけど。似合ってる。本当？やったぜ。ちょっと待ってね、いっぱし止めようかな。よし、大人っぽい。本当？二十歳だからね。よしよし、オッケー、止めた。良きですか？良きですか？みんなメール読んでくれた？昨日のメール読んでくださいました？明日、ん？明後日面接受けてくる。おお、面接頑張って。緊張だね。みんな読んでくれた？昨日のメール、昨日の前髪メール読んでくれた？今日も可愛くてキュン、イエイ、キュンキュンです。キュンキュキュン。今日さ、久しぶりにね、あのお友達がプレゼントしてくれたリップ使ってみた。見つけて、そう、発色いいね。赤リップっていうのかな。うん。ね、そう、お昼の昼なんです。そう、ひとみさん可愛かった、前髪。あの可愛いお友達どういうこと？なくしてたのって。違う、まあはっきり言ったらなくしてた。なくしてたっていうか、なんかメイクポーチあるやんか。でメイクポーチのやっぱさ、1軍とかさ2軍あるやん。そう、女の子ならわかると思うけど。それでなんか最近使っちゃらんくてしまってて、で見つけた。そう、言い訳。言い訳。そう、色味いいでしょ。そう、発色良き。うん、わかる。本当？そう、なんかね、化粧ポーチはね、1軍2軍ってあるよね。なんかいつも持っていくメイクと、うん、いつも持っていくっていうのはコンサートとか、こう東京にお仕事に行く時とか撮影の時に持っていくメイクポーチがあって、それに絶対使うやつ入れちゃって、でその他入れるやつと、なんかさ、ちょっと普段かなんか、うん、この写真の次で今いつもしてくれたら、こういうスキも頑張り、何事もなく、うん、切ってるのが好き。半分やばいって。楽しそうやけどな。ね、おさにやってみたくって。そう、なんかもともと私前髪、うーん、高校生になるまで前髪なかったから、結構前髪ね、ない髪型もの、うん、もうなんか
普通に慣れちゃったから、普通にどっちでもいけちゃうんですよ。私絶対に前髪がないと無理って感じの人タイプじゃないから、日によるけど今は、うん、だからねどうしようと思って、なんかパッツにしたら子供っぽいんだって、で流したら大人っぽいらしい。まあそりゃそうか、まあそうらしいじゃけど、どう思います？多分慣れれば楽しいかな、慣れるように頑張る。なるほどね、いっぱいやってさーちゃんのお話か、いく待ってる、嬉しい。そう、新曲出るからね、楽しみ楽しみですね、待ってるよ、頑張ってアルバイト、うん。スーパーでバイトしてたけど一番声出してた。え、偉いやん、偉い。スーパーいらっしゃいかな、いらっしゃいませかな。さあちゃん伸ばしたい言うから伸ばす派。なるほど、ありがとう。迷うね。あーそっか、なんだよね、やってみたいのやるのもいいよね。やっぱ木曜から土曜の2泊3日、木曜日っていつ？来週だもんね、来週、来週の木曜、来週か。お、10、11、12か、うん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 、楽しみじゃん。すごい、スケジュール決まったって、やった。前髪ありが好きやから今の感じが好き。あ、そういうこと？前髪があるならちょっとな伸びてる感じの流してる前髪が好きってことね。うんうんうん、パッチンでもサーノン好きってなりそうやけど、あー、どっちもいいってこと？そういうことか。羽生さんこんにちは。なんかね、前髪をね横に流す、うん、わかるかな。あ、よくわかる、うん、成人式の時にゆいゆいさんがやってた、あ違う、成人式じゃない、間違えた、エイトの日のフォキシーパーティーかなの日にゆいゆいさんがやってた前髪、あのひとみさんとかやってる前髪、やってた前髪、成人式で言えば下尾美優さんがやってた前髪をやってみたくて、横に流すやつ。これだとさ、今だと多分大人っぽいと思うんですよ。そう、てか袖可愛くない？そうそう、フォローしましたってありがとう。ツイッターもぜひ。あー嬉しい、水まりしびこさんこんにちは。仕事中にこっそり来ました。お、パソコンに隠して見てんのかな。やっほー、ありがとう、頑張ってるお仕事。うん、待って、テロップ入れようね。よしですよって、すごい嬉しい。パソコンに隠れて見てるのかわいいね。さあの大人っぽいから流したのが似合う気もする。おお、なるほど、そうね、服装にもよるよね。でもこういうのって、でもさ、切ったらさ、その切った前髪の長さでしかアレンジっていうかできんじゃん。でも長かったら全部下ろせる時期は下ろせるし、流すのもできるって考えたり、まあ流し、ん？伸ばしたらさ、前髪を伸ばしたら切るのは簡単じゃん、切りに行けばいいだけだから。そう考えるとな、伸ばすのもありなの、伸ばしてみるのもありなのかなって思う。カープ油津駅紹介してくれたからねじ込もうかと思ったけど厳しかった。うーん、行ってほしかった。うん、
そう、めちゃめちゃあのね、可愛い、激可愛い機なので、これからもいろいろ紹介しようと思ってるのでね、みんなツイッター見てください。うん、そう、ツイッターのフォロワーさんが6000人突破しました。ありがとうございます、皆さん、ありがとう、いつも。うん、次は7000人目指して少しずつね増やして1万人に近づけたいなと思ってるので、皆さんたくさんフォローしてください。たくさんフォローしてください、なんて言えばいい、拡散してください。うん、ありがとう、嬉しい。わ、みずきちゃんバイト頑張ってね、今日はスーパーかな、頑張って。大人っぽいね、今日ですか、今日なんか大人っぽいって言われる、大人っぽいらしいです。皆さんどうですか。一回しかフォローできないの残念やん。そうね、一回しかできんわ。そうやった、そうやった、一回しかできんかった。いっぱいフォローしてくださいとか言ったけど、たくさん見てください、うん、の間違いです。そう、なんか最近いつショールームしましたっけ、1回前ショールームできてなかったなと思って、ショールームしようって思って結構急に始めちゃいましたね、今日も。うん、あ、そう、ゆめみるさんのあの AKB48 劇場の大掃除配信、大掃除動画見てくださいました、皆さん見てください。うん、あー、水まりしべこさん、お仕事頑張ってね、ありがとう。うん、またお話し会で話そう。うん、めっちゃ映ってたねって、どの満面にも映り込んでて嬉しかった。え、嬉しい、そうやって言ってくれて。たくさん見てください、私も昨日見に行って、めちゃめちゃ嬉しかった。なんかさ、まずサムネに自分が登場するのがしてたのがすごい嬉しくて。そう、なかなかサムネになることないじゃん、サムネデビューありがとうございます。そう、なんかさ、この間その私がサムネデビューする2日前ぐらいにレイさんがゆきりんさんの YouTube のサムネデビューしてたんですね。でね、サムネいいなって思ってて、したら私もまさかの2日後に、次の日に、そう、サムネデビューできるのをツイッターで見て、やったって思って、そう、嬉しかった。皆さん見てください、掃除頑張ったので。そう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 、西武ライオンズ駅もね、ジャイアンツ駅もめちゃめちゃ可愛いの、そう、みんな見てほしい。うん、ひかちゃんと掃除してるんだよ、めっちゃ距離縮まった、イエイ。うん、え、嬉しい、結構みんな見てくれてるわ。うん、直樹さん、こんにちは。ヒカルンとミスターと結構喋れた？ってめっちゃ喋りました。そう、なんかあのね、私行くかめちゃめちゃ迷ってたんですよ、正直。そう、迷っちゃって、で、あのヒカちゃんが、なんかヒカちゃんに何相談して、そう、相談して、で、なんか「8」の先輩どれぐらい来るのかなみたいな話をしてて、で「ヒカ行くよ」って言ってくれて、じゃあ私も行こうってなった。それでヒカちゃんが「あのミッサーも来るよ」って言ってくれて、ミッサーさんも来るんだってなって、私も行こう、行きたいってなって行きました。そう、行ってよかった、めちゃめちゃ楽しかったし、そう、
あんまり劇場に行ったことないけど、まだね、そう、でもなんか劇場のお掃除できるのってすごい嬉しいじゃん。うん、楽しかった。そう、他の先輩方ともおしゃべりできたりとか、うん、普段できない経験ができたよね。またそうそう、ゆきえちゃんもありがとう、嬉しい。あと2回見る、あと10回見よう。ひかちゃんの配信でさあちゃんの名前出すとまたそうやってさあって言われるから出せんて。ひかちゃんかわいいな。今日の髪型と服清掃の感じだね。ほんとに嬉しい。このお袖がお気に入りなんだよね。めっちゃかわいいのお袖。そう、皆さん見てください、たくさん映ってるので。不意にスクショタイム、そう、褒められるとスクショタイムしたくなっちゃう。なんかさ、最近ねぼーっとしながら、お家で音楽を聴くのにハマってる。いや、なんかもともと私音楽聴くのが好きで、なんかね最近ぼーっとしながら音楽を聴くことにハマってるっていうか、よくしてる。うん、なんかねぼーっとしてます。なんか考え事しながら聞いたりとかもあるし、そう。おかけんさん、やっほー、元気？お、今度の旅からね、旅行からぜひ帰って帰って、それはメール待ってるわ。スマホも新しいのに乗り換えたし、そっかそっかそっか。じゃあ私の写真でフォルダいっぱいにしなきゃ。こっちだな。昨日高校卒業しました。あ、おめでとう、おかけさん、おめでとう、卒業。そっか、もう卒業の季節だよね。ニュースとかでも確かに卒業式やってるわって思った。昨日卒業式多かったかな、なんかニュースでは昨日多かったかも。昨日とか今日とかが多いのかな。おめでとう、すごいすごい、もう春だもんね、卒業シーズンだ。昨日から3月ってことにびっくりしてるもん。うん、何の曲聴くの最近は？ミレイさんとユーリさんとかめっちゃ聴いてます。あと私ミセスグリーンアップルさんの曲好きなんだよね。今日めっちゃ聴いてた。そう、あとさ、なんかさ、曲はめっちゃ知ってるしめっちゃ聴いてるのに、なんかなぜか題名知らないとかね、そういう曲もあったりするけど。あまおういちごのバターアイス美味しかったから食べてみて。あ、そう、なんかね最近それめっちゃ見るの、めっちゃ見るとよ。そう、それで、ね、今日ついに手に入れました。楽しみ。そう、美味しかった本当に。どんな味だった？イチゴとバターかな。新しいスマホでのスクショ、空のがイチゴ、やった、1番取った。うん、全国的に高校卒業する日、あ、昨日やっちゃう。
何の楽曲に投票したらいいと思った楽曲だよ。そう、3月7日の18時、午後6時までだから、皆さん AKB の歌投票してね。うん、私も提案させていただきました。でもさ、私本当にさとみなさんの投稿を見て思ったっちゃけど、投稿見て同じことを思ったっちゃけど、あそこにあの何文章、文章なんていう、うーん、あらすじ、曲のドラマのイメージのあらすじがあそこに使われるって本当に思っちゃなくて、みんなね、なんか提案できたんですよ。で、提案した人のが載ってるっちゃけど、あのページに自分の何書いたあらすじが載るって知らんくて、本当に知らんくて、そう、なんかもっとちゃんとね書けばよかったと思った。そうでもみんなの読んでたらワクワクするよね。ハーゲンダッツのストロベリーみたいな味でめっちゃ美味しく、待って、最高じゃんそれ、本当に、最高、びっくりした、それはまさかの。あ、じゃあストロベリーもバターもあんまり主張しすぎずみたいな、美味しいいちごアイスみたいな感じってことね。楽しみやな、すごいすごいね、ハーゲンダッツのいちごは最強じゃんそれ。ハーゲンダッツ買うより断然安いね。ドマさん嬉しい、たくさんギフトありがとう。これは何だろう、明日のあれかな、ひな祭りのやつかな、何だろう。カラスのカーコさん、ひな祭りのケーキかな、ありがとう。ドマさん、スイーツと肉まんかな、美味しそう。モンケーキもありがとう。うん、今日色っぽいね、本当に嬉しい。うん、新しいスマホやから予測変換ができなさすぎてつらい。そって打ったら空のんって出てほしい。もう最高に嬉しい、それは。みんなそって打ったら空のんって出てきますか？出てきてたら嬉しい。嬉しいよね、普通に自分の名前がさね、ファンの皆さんの携帯でそって言ったら、あの空のって出てきたら嬉しいよね。色気がだだ漏れ、違うわ、そんなんじゃないでしょみんな。そう、色気あります今日空メールって出てきた、最高、それもいいね。みんな私の名前をがたくさん出るくらい、たくさんあの私の名前打ってください。うん。ソーダ水って出てきたおって。すごい、ソーダ水が出てくるのがすごいね。ソーダ水そんな打ってる？ソラメールって出てくる、最高。うん、教育しといて、スマホに空乗って出てないって教育しといて。髪の毛を、前髪を切るか問題と、
のんちゃんです。そもそもうっそって言ったらそもそもだってそも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 ってよく使うってこと？でも私使わないな。そうは、あ、そう、そう、そう使わん。みんなじゃあ私あのそって言ったら空の手出てくるように教育してね。全く使わんよね。そうだよね、そんなのもあるんだ。だからティディッティディッティッティッ宮崎県新幹線を通す要請をその委員会みたいなのが提案してるらしい。どの委員会？すごい、すごいね。新幹線ね、確かに。のんちゃん、大学時代に片思いしてたこのニックネーム、偶然すぎる。私じゃんそれ。片思いしてたこのニックネーム、私かな、私に片思いしてた、もしかして。うん。りゅうたさん、こんにちは。ぜひぜひツイッターもフォローしてください。あと何個読もうとしたっちゃけどな、忘れた。うん、そう、あの最近はツイッターで何ツイッターでね、あ、そう、観光地とか、そう、宮崎のこと発信してるので、特にそう、みんな拡散してね、見てね。すごい、東九州新幹線鉄道、うん、促進規制会、名前が長いな。うん、マスクさん、こんにちは。これからもツイッター楽しみに待ってる。嬉しい、嬉しすぎる。待っててください。ちょっとずつ上げていくので。うん、ナンさん、ありがとう。頑張ってね、お仕事。中学校の時片思いだったっぽい名前、愛花ちゃん、愛花ちゃん、愛花ちゃんは友達に一人しかいないかな。うん、愛花ちゃん一人かな。ハロー太郎。ああ迷う、本当に永遠に迷ってるわ、自分の前髪に。うん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 。そう、私は今の髪型最近はまってるんですよ。真ん中よりちょっと右に分け目を変えて、前髪は、まあ、伸びてるからっていうのもあるんですけど、流す。で、右耳かけるみたいな。サノン、最近ドラマ見てるって。見てる。無茶ぶりを見てます。でも、なんか本当はね、DCU とか、ファイトソングも見たくて、でも、めちゃめちゃ見遅れちゃって、全然見れなかったから、サブスクでもやってなくって見えなかったから、本当は逃亡 EF だっけ、あれも見たかったけど、ちょっとあれ怖いんですよね。なんか怖そうだなと思って、だからね、無茶ぶりしか見てないです。悲しいことに私らしかなの。
だから今日楽しみにしてます、無茶ぶり。そう、みんな何見てる？結構書いてくれてたよね。怖くない？あ、怖くない？本当に怖くないのかな。なんか勝手に怖いイメージがある。え、見ればよかった。どうしよう、もう見れないや。え、そうだよね、今回面白いドラマ多いって。そうだよね、ファイトソングも面白いやろ、 DCU も面白いやろ。あと何が面白い？何見てる逆に。すごい、ここにキスバエイトのやつがついてる。すごい、今気づいた。みんな当たったとか教えてくれてありがとね。来てね、みんな。私のゲストの日とお手伝いの日、特に14と21。こんにちはって、こんにちは。今すごい頭の中にベテルギウスが流れてる。DCU 真犯人フラグ、真犯人フラグね。ファイトソング無茶ぶり、トーボーイ、あ、そう、ホワイトドクター、そう、それも見たかった。え、全部さ、今何話ぐらい進んでます？ちなみに無茶ぶりは今日8話なんですよ。それ以外ってどれぐらい進んでる？一緒ぐらい？ 8 話ぐらい？今もうそれぐらいだったらさ、なんかもう見遅れた感すごくすぎて見れんってなるけど、ほとんど同じか。じゃあ6、7話ん？ 7、8話ぐらいか。ショック。うん。真犯人フラグが長いからだいぶ進んでる。あ、ツークールだっけ？あるやつだっけ？真犯人フラグね。面白いって聞く。真犯人フラグさんもめっちゃ前からやってるよね。私がさ、ネイル行った時、ネイルのお姉さんが真犯人フラグ見てるって言ってたから、めっちゃ前だ。あれいつ？え、あれはね、あれだよ、あれはね、あれだよじゃ分かんないよね。あの、チカッパーより前からやってますよね。チカッパーより、チカッパ祭より、2021より前からやってるよね。だからめっちゃ、え、もう何十話とか なるんじゃない？ならん？そんなこともない？20ぐらいいかん？いってそう。去年からやってるよね。そうだよね。3月やし、ドラマ終わっちゃうんやない？愛しい嘘、愛しい嘘も初めて聞いた。誰が出てる？いやー、でも無茶ぶりめっちゃ面白いわ。無茶ぶりね、私ね、1話までしか、最近、つい最近、何日か前まで1話の、しかも1話の最初の16分ぐらいしか進んじゃなくて、で、やばいと思って、つい何日か前に、前から1日に3本見て、で、間に合ったんですよ。もう7話まで見たから、そう。ララララン、むちゃぶりめっちゃ面白い。松田翔太さん、松田翔太さん久しぶりじゃない？いいよね。
志尊淳さん、志尊くんもかっこいいし、無茶ぶりは1話見て設定が思ったのと違うからめっちゃ違うからやめちゃった。なんで？見てほしい、めっちゃ面白いのに。松田翔太さん好き。松田翔太さんはね、私あれが、あの役が好きだった。流れ星だっけ、あれ、ドラマ、お医者さんの役をしてた時があったんですよ、めっちゃ前に。結構私がちっちゃい頃かもしれない、小学生ぐらいかもしれないけど、その時にやってたドラマでお医者さん役をしてて、あの北野キーさん、北野キーさん、待って、名前合ってるかな、北野キーさんだっけ、久しぶりに名前呼んだ、うん、北野キーさんかな、そうだそうだ、北野キーさんのが、あの、の、そう、先生役、お医者さん、担当医の先生役みたいな、あって、それでその役がめっちゃ、その役柄がめっちゃ好きだった。すっごい優しい先生なの。うん、そう。あ、ライアーゲーム見てた。ライアーゲーム、ライアーゲームも良かったね。確かに強かったね。そう、ライアーゲーム、内容はちょっと怖いけどね。そう。そう、それでいいなって思いましたね。今回のさ、無茶ぶりの役もなかなかいいよね。なかなかいいよ。サナがもっと無茶ぶり見てって言ってくれなあかんやんって。メールにも書いたやん。無茶ぶり見て、絶対見て、みんな。私が唯一見てるドラマなので見てほしいな。そう、本当はね、もっと見たいやついっぱいあったよ。 GCU だって見たいし、逃亡 F も見たかったけど、でもさね、え、なんか6話ぐらいから見るのなんか違うじゃんって私は思うんですよ。どうしても見たかった、どうしてもなんかもうそれでいいやってなるやつだ、それになるっていうか、途中からでもいいやって思えばまあいいけど、それで、それはそれでいいけど、私はね1話から見たいんですよね、大体。まあ、みんなそうだろうけど。そう、なんか諦めちゃう。なんか次放送されるとき、何、再放送されるときにを、ま、待とうとか思っちゃうとか、なんかサブスクに現れたとき見ようかなみたいな。再放送楽しみに待ってますね。そう、Hulu にさ、Hulu になくて、そう、無茶ぶり見ました、全部。すごい、女優さん、いいな、生ですごい、絶対可愛い。女優さんのオーラやばそう。うん、オーラ。そう、今から見るのはね、そう、さすがにきついよね。確かに次のやつを最初から見るしかない。次面白そうなのあります？いつも眠いね。そう、なんかショールームすると眠くなるから、まあショールーム病です。ショールーム眠眠病。ふふ。
すごい。根本と木場さん、すごい、すごいね。前から歩いてきたってびっくりしちゃうね。親子で婚活、親子で婚活、そういうドラマ？誰が出てるんだろう。楽しそう、面白そう。次のやつ逆にまたソラノの推しドラマ聞くわ。 OK。 でもまだ次何があるか分かんない。あ、うん、あ、上野樹里さんとさ、田中圭さんと誰だったっけなが出るやつ気になる。うん、アルミニウムの高騰はやばいですね。上がるってこと？高くなるってこと？びっくりした。今ニュースでやってんのかな。なんか最近いろいろ値上げするよね。大学にドラマの撮影で来たことあって、すごい、深きょんさんいいな、かわいいよね。今言われても絶対忘れるから、また始まる前に聞こう。 OKオッケーオッケー、確かにそれがいいと思う。1時間経ったら終わるね、ショールーム。何時から始めたっけ。50分ぐらい、51分。オッケー。ドラマ見たい。そうだから最近ドラマが見たくてうずうずしてる。そうなんか昨日ファイトソングあったじゃないですか。昨日何話だったか忘れちゃったけど、なんかちょっとだけ見たの。見たいって思いました、1話から。そうでもね、途中だったからめっちゃ。しっかりは見らんやった。うん、間宮祥太朗さん、確かに昨日映ってたわ。トゥトゥトゥ、こんにちはって、こんにちは。お、トゥ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 、はじめまして、こんにちは。はじめましてなんて書いてなかった。こんにちは、初見さん、ありがとうございます。ぜひツイッターもフォローしてください。ソラノンは最近暇な時間できたなって時は何することが多いのって。最近はね、お散歩に行くか、ぽーっと音楽を聴くか、あと最近無茶ぶり見てたので無茶ぶりを見てましたね。うん、それくらいかな。あと何してたかな。あ、まああとはまあその他ものものって感じですね。あ、でも最近めちゃめちゃドライブ頑張ってるわ。ドライブ頑張ってる、運転の練習。うん、パパとドライブ。でもそれはまあパパが休みの日なので、うん、そうドライブにはまってます。それが一番かも。でも私まだ免許取って6回しか運転してないので練習頑張ります。そう、6回って言ってもね、あの1回に乗る時間が結構長かったりするから、1時間の時もあれば2時間乗ってる時もあるから、結構乗ったかも。何時間乗ったかな、8時間とか、いや、うん、8時間10時間とかく
らい乗ったかもしれない。うん、8時間以上は乗ったと思う。10時間乗ったかな。そう、散歩とドライブ待ってますね。本読む偉いね。私本全然読まないよ。散歩しながら絵は描いてないです。描いちゃらんね。散歩しながら絵ってめっちゃ器用じゃん。曲がりくねった道とか走るのって、めちゃめちゃこの間曲がりくねった道っていうかね、カーブだらけの道を走ったよ。うん、カーブだらけの道きついね。きついって思って、難しかった。うん、でもまだ誰かが隣にいないと怖いから。そう、パパが隣にいないとまだ不安ですね。一人はさ、まだ勇気ないよね。あの駐車が難しすぎて、そもそもまだあんまり駐車の練習してないんですけど、そう、まあ、さ、車高でさ習ってた時はさ、車高でさ、あのバック習う時ってさ、なんか決まったバックじゃないですか。縦列駐車と右バック左バックで入れるとこも決まってるやんか。だからそれはできるようになるじゃん。教えてくれるし、ポイント。でも普通のさ、なんか線があるところとか、車と車の間に入れるとことかって、なんかね、なんか違うんですよ。そう、だからまだあんまりやってないけど、まだ難しい。でもこの間さ、車と車の間に思い切ってパパの指示のもと止めてみたの。ちゃんと止めれて嬉しかったよ。どんな報告？縦列駐車ってすることあんまなくない？でも縦列駐車、車高の時はめっちゃ好きだった。楽しかった。なんかあの車高の時ってさ、車と車の間に止めたりしないじゃん。だからなんかまだ隣に先生もいるしね。なんかさ、先生のとこにはフットブレーキもあるし、安心して運転できるよね。すごいやん、言うとこいらんわ。さあ、高速乗ったことあるのって。高速道路はあの学校で絶対一回乗るじゃないですか。それだけ。それ以外乗ったことないです、まだ。高速道路ね、乗ったことない、一回しか。うん、まだ一回しかない、学校の先生としかないかな。そうです。ルン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 。運転、私はちゃんと10時10分運転頑張ってますよ。10時10分10時10分キープレフト心がけてます。そう、まだ6回目だからね。うん、慣れたいけど、でもさ、慣れるのも怖いよね。ねえ、女の子が助手席乗ってたら降りやすいように止める。お、偉い。
キープレフトして右からバイクがスレスレで来るかもね。待って、それさめっちゃ言われるパパに。確かに、でもそうやって習うよね。雨の日は運転されたことないですか？雨の日ありますよ。雨の日は、雨の日あるよ。うん。でも晴れの日が多いかもね。うん。雨の日嫌じゃない？見づらいし。あ、自分がバイクに乗るから分かる。確かになんかさ、バイクに乗るからこそ分かるとか、なんかこれをするからこそ分かるみたいなのあるよね。うん。フォーコさん、ケーキありがとう。心柱さんかな、ケーキありがとう。馬もありがとう。可愛いもありがとう。ヤス1983さん、スイーツありがとう。カズニさん、ケーキと、なんだっけこれ、もうやっとボールに見える、なんだっけ、コンペイトありがとう。ハートもありがとう。コンペイトだよねきっと。1回で合格したの。一発で合格しました。一発合格、もちろん一発です。バイクで何回か事故った。うん、バイクは痛そう、すごい大怪我しそう。うん、なイメージ。うん、ABS 発動させたの面白かった、ヒヤヒヤしたけどって。いや、ヒヤヒヤするよそりゃ。意外と大丈夫、よかった。うん、ね、これからも練習頑張るので、皆さん空メールに書きますね。乗ったら、ドライブしたら、ドライブするたびに私大体書いてるので、ドライブしたら書きます。空メールに、ドライブメール書くね。ありがとう、時間教えてくれて。じゃあそろそろランキング読むね。13位ハヤブサ300ガットマークサラダッチさん、ありがとう。12位フォークアットマーク香港チームメイトと16位ハコシさん、ありがとう。あれ、12位ポクレンバサランさん、ありがとう。11位石のパン、あ、ごめんなさい、11位石のピンポンアットマーク7レンジャーさん、ありがとう。10位ピンクカメオさん、ありがとう。9位マナゾウさん、ありがとう。8位キャスパー大くんさん、ありがとう。7位リュウさん、ありがとう。6位ヒデトさん、ありがとう。5位カラスのカーコさん、ありがとう。4位ナンさん、ありがとう。3位カズニさん、ありがとう。2位ドマさん、ありがとう。そして1位はヤス1983さんでした、ありがとう。ありがとうございます。はい、それでは皆さん、うん、ドライブの報告するね、待っててください。はい、それでは皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。じゃあまたショールーム配信するので見てください。あとツイッターのフォローと空メールも皆さんよろしくお願いします。それではまたね、みんなおやすみなさい、ありがとう。AKB の歌の方の投稿、投票も
お願いします。それではおやすみ。あ、間違えた。せーの、空のじゃんけんじゃんけん、ごめん、空のじゃんけんじゃんけん、ほい、パーでーす。今日はパーです。じゃあみんな見てくれてありがとう。バイバーイ。またねー。